皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日はアイアン方向性徹底攻略7ステップ2ステップ目ということで説明をしていきます。この2ステップ目ではスイング軌道についてレッスンをさせていただきます。スイング軌道というのはこのヘッドが通る軌道のことなんですけども、このヘッドの通る軌道がラインと違うラインに通ってしまうと方向性というのは安定してきません。例えば単純にインサイドに引いてインサイドから振ればボールは右に飛び打ち出しやすく、逆に外からこう降りてくると左に打ち出しやすくなります。ここでしっかりと覚えていただきたいのは、まっすぐの軌道から入ってくることが大切ということはもちろん覚えておいてほしいことなんですけども、このスイングの軌道がまっすぐ動く時間が長く作られるということが大切になってきます。方向性がいい人ほどこのヘッドの軌道のまっすぐの時間が長いと言われています。アベレージゴルファーでボールが曲がる率が高い人というのはこういう形で大きく動いてしまうので、このヘッドがまっすぐ動く時間を長く作るということが大切になってきますが、このまっすぐ動く時間が限りなく短くなってきてしまうとボールの方向性というのは安定してきません。このまっすぐ動かす時間を長くするためにどうしていくかというのをレッスンをさせていただきます。まず正しいスイング軌道を基本的な動きを説明をしていきます。まずテイクバック、スタートの時には手首をあまり使わずにポジションに対してまっすぐ後ろに引いていく。そのまま肩のラインでシャフトラインが後方を刺す、ボールの後方を刺す、そしてトップでこちらにクロスせず寝すぎず、このシャフトラインが目標方向を向くぐらいの気持ちでトップを作っていく。このラインは一番オーソドックスなオンプレーンと言われているスイングになるんですけども、こういう形の動きです。この動き、そのダウンスイングも同じラインを通ってフォローでも左右対称のイメージで振っていきます。このラインが正しいスイング軌道になってきます。このポジションから大きくずれると方向性を安定させるのが難しくなってきます。例えばバックスイングでインサイドに大きく引いてしまう人というのは、ここからクロスの動き、ヘッドが向こう側に来てダウンスイングでまたインサイドに戻って軌道が安定しないとか、アウトサイドに上がってヘッドが寝てしまってダウンスイングでもう一回起こして外に入ってしまうとか、さまざまな NG な動きを作ってしまうんですが、今回はこのオンプレーンに限りなく近く、そしてオンプレーンに振るためのスイングの練習方法をご紹介していきます。9番アイアンか8番アイアンを用意していただき、逆さまに持ってください。クラブのヘッドの先っぽが下側に来るようにこのように握っていきます。このように握っていきます。ここからアドレスを取っていただき、バックスイングを肩まで作っていきます。このラインで正しいスイング軌道というのは、このライン上、このシャフトラインがボールの後方を指しているラインっていうのが正しいラインになるんですけども、このポジションでスルスルっと緩めて落としてみてください。ここで落ちてきたところ真ん中あたりでもう一度握っていただき、このラインを確認していきます。この時にシャフトラインがボールの後方を指していれば OK です。ただこう上げて下ろした時に真下に落ちてしまったりとか、逆にヘッドが落ちてこないパターンになってしまうとスイングの軌道がずれています。スッと上げたラインでなるべくこのボールの後方に近く来る動きができていれば OK です。この確認をしっかりと行ってみてください。フラットにクラブが寝すぎているパターンですと、この離してもクラブが落ちてきません。これも NG です。スッと上げた時スルスルスルっと降りてくるライン、これでチェックをしてみてください。まずこのラインが合ってくればトップのラインも大きくずれることは少なくなってきます。右手の力をあまり入れないようにそこまでできたら、もうあとは肩を回していけば綺麗なトップが作られます。続いてフォロースルーです。フォロースルーも同じく反対に持っていただき、肩のラインで離してみてください。スルスルっと降りてきた時にこのシャフトラインがボールの後方を指しているというポジションになってくれば OK です。はい、このポジションで大きく例えばこうずれている、先ほどのように
違うラインに落ちてきている場合、これはまたスイング軌道が違っているということが言えますので修正をお願いします。このチェックドリルで一度チェックをしてください。この肩のラインだけしっかり合わせることである程度のスイングのプレーンというのは合ってきます。それでは2つ目の練習方法をご紹介していきます。これは素振りで覚えていただきたいんですけども、このボールの真後ろからクラブを1本こうセットをしてください。目標方向に対してまっすぐセットをしていきます。このライン上で単純に何度も往復でこのヘッドを乗せている乗っているかどうか確認をしていきます。自分の目線から見てこのシャフトの上をしっかりと通っているかどうかっていうのがポイントになってきます。もちろんダウンスイングも同じです。こういう形で手だけじゃなくて体も動かしながら動かしていきます。ここでこう入ってしまったりこう入ってきてしまわないように、バックスイングも同じです。こういかないようにこのヘッドの 先までしっかりとこのクラブが動いてきているというのを確認しながら何度も何度もこう素振りを往復で練習をしてみてください。この練習方法は非常に簡単で単純な練習方法なんですけども、自分の目で見てこのヘッドの軌道がずれているのかずれていないのかチェックできますので、ぜひ試してみてください。この動きが正しく動くことができれば方向性は確実に安定してきます。ぜひ一度試してみてください。この2つの練習方法、クラブをまっすぐ後方に置く、このクラブの上をヘッドが通過するという練習方法と、もう一つはクラブを逆さまに持ってスイングの軌道を自分でチェックをするといった練習方法、この2つを組み合わせて練習をしスイングをしてみてください。はい、ではですね、スイング軌道を意識して一度打ってみたいと思いますのでご覧ください。このようにですね、ちょっとスイング軌道を意識しながら練習を進めてみてください。方向性が安定してきます。以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。これからも皆さんの役に立てるような動画レッスンを公開していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また初心者はもちろん上級者の方も必見の無料で学べる動画とテキストによるレッスンを公開しております。こちらもぜひ手に入れてみてください。